れ様。おい、なあ、そうだ、ちょっといいか？ああ。困ったな。引き受けるよ。頼んでもいいかい？
さてと。ん？おっと。なあ。そんな。失礼します。申し訳ありません。へえ。どうも。失礼します。おい！まさかここまでとは思わなかったよ。もしやここにいるのは全て冒険者ですか？ああ、おそらくな。お前たちに聞きます。ここにメディナ殿がいるはずです。どこですか？答える義務はない。早々に立ち去られよ。メディナに用事がある。おい、メディナいるんだろ。貴様ら、救世主様に対して慣れ慣れしいぞ。友達が来た。メディナにそう伝えてくれませんか？しつこい。まだ言うか。待て。謁見を許可しよう。その者たちをこちらへ。はぶりだな、キリト。このメディナ・オルティナノスに何の用だ？メディナ、なぜ何も言わずに消えたんだ？それにこの状態は。ああ、挨拶もなしに消えたことで迷惑をかけたことは謝罪しよう。だが私なんてお前たちにとって必要がない存在だ。いなくなっても困らない。最初からそうだっただろう。そんなことない。メディナがいなきゃダメなんだ。どれだけ俺たち苦労したと思ってるんだよ。それはお前らしい言葉だな。だが事実も私の気持ちも変わらない。メディナ、話はこれで終わりだ。私は真実を見たんだ。お前が私に隠していたこと。真実？どういうことだ？私は救世主にならなければならない。大切なものを取り戻すために。大切なもの？オルティナノスケの名誉のことか？それ以外に一体何がある？
この者たちは救世主にあだなす反逆者だ。反逆者、つまりこの者たちは我らが救世主様の敵。救世主様、この者たちを追放します。反逆者を許すわけにはいかない。待ちなさい。私はあなたにどうしても尋ねたいことがある。何ですか、アリス様。私たちは西帝国で異変について調査している際に非道な行いをする冒険者たちを見ました。彼らは民間人をおとりにして魔獣をおびき寄せ、そしてカラントを切らせるための盾として利用していた。それはおそらくあなたの指示を遂行するための行動です。あなたは彼らの行動について知っていたのですか。彼らがそのような手段を取るとは想定していなかった。ですが言い逃れはできません。しかし必要な犠牲もあるのです。最高司祭様の復活のためには。最高司祭、アドミニストレーターの復活、それがメディナの目的なのか。ああ、メディナは冒険者たちに命じて魔獣を倒させては身を集めている。そしてカラントを守らせている。それもその目的とつながっているのか。元老院統括代理が教えてくれたのだ。彼女を再び蘇らせることが私の使命だと。やはりあなたはハーシリアンと結託していたというのですか。あのハーシリアンってやつの言うことを信じてるのか。一体どうしてだ。時間切れだ。これ以上は答える義務がない。メディナ、あいつの言うことは間違っている。何をしようとしてるかわからないが、奴の言う通りにするなんておかしいぞ。メディナ、何をさせる気だ。見て理解できないのか。相変わらずお人よしで虫唾が走るよ。キリト、分かってる。いくら俺たちでも彼ら冒険者たち全員を相手にするのはまずい。もし退散するのであれば彼らに剣を収めさせる。分かった。でもメディナ、これだけは覚えておいてくれ。一体なんだ。俺たちにはメディナが必要だ。みんな帰りを待ってる。私からも最後に一言言うべきことがある。私は偽りの氷教会を名乗る対策本部に徹底抗戦することを宣言する。次にお前たちを見かけた時、お互いの目的が衝突するのであれば、私自身も剣を抜き容赦はしない。メディナ、なぜそうまでして。話は終わりだ。それともここにいる冒険者たち全てを切ってでも私を止めるか。こんな盾にするような真似を。分かっただろう。私はこんな人間なんだ。お前たちには到底釣り合うことはできないよ。だがそれでも私には貫きたい正義があるのだ。たとえ何を犠牲にしたとしても。それでは客人のお帰りだ。どうやら和解することはできぬようですね。ああ、今日のところは引こう。
さらに落雷がひどくなっているように感じます。人損にまで及ばなければ良いのですが。止まない雷についても早く調べないとまずいな。シエタのことだから大丈夫だとは思うけど。そうですね、メディナ殿のことは気になりますが、今は引いて別の問題を解決するほかありません。そしてカラント周辺で同じようなことが起こっているのならば止めなければなりません。ああそうだな、一人でも多くの人を助けることが優先だ。そして俺たちはこのことを報告すべく待機している仲間たちの元へと戻った。そうだったの、メディナさんが。やっぱりメディナが指示を出してそれに従うために冒険者は動いてたってわけ。ああ俺も驚いた。何か事情があるんだとは思うけどさ。でもなんだか信じられないよ。メディナさん、根はいい人だって思ったのに。メディナはやっぱりあのハーシリアンというやつについたのね。ええ、説得は試みましたが冒険者たちを盾にされてしまい、今は引くほかありませんでした。メディナがあんなことをするなんて意外だったよ。やはり彼女はあの力の使い方を間違ってしまった、そう考えざるを得ません。でも今はメディナさんを止めることはできない、そう思ったんでしょ。なあ、それに俺たちも俺たちで動かなくちゃいけない。雷のことやシェータさんが心配だしね。住民に被害が及んだりしないうちにどうにかしないと。あの、ごめん。ありがとう。